よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。中心名誉店長もお務めいただいております高橋大輔さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は素敵なお召し物で。そうです、いつも通りの、ね、はい、5、4、3、2、1どうぞ。さあ今見事にエクストラコールドタンブラーが皆様の前にお披露目となりました。飲むときにこうスタイリッシュに飲めるなっていう形、うん、デザインですか ね、になってるのでかっこいいなと思います。氷点下に冷やされましたビールが注がれ、そしてこの泡もとっても冷えてて美味しいんですよね。いかがでしょう。この味ですね。本当に。そうですよね。すみません、皆さん、一足お先にいただきました。はい、まずはじゃあ缶ビールそもそもの温度から測っていただきましょう。今 5.3 度と出ました。こちらがエクストラコールドに変身するのか、皆様にご覧いただきたいと思います。マイナス氷点下でこれ。来ましたね。あのバーでよく見る、ね、ここに数字が。じゃあいただきます。お願いいたします。いかがですか。こういう味ですね。タンブラーがあれば本当にあそこで継いだものを飲んでるっていう感覚と同じ感覚で飲めます。はい、海外ね、行くとねなかなかね手に入らないので、うん、これを持ってけば。そうですよね。そのスーパードライはね手に入るので、海外でもタンブラーこれを持ってけば飲めるということを。いつでもどこでも。そうなんですよ。それもね考えてたんですよ。これ出たって聞いた時に持っていこうかなと思って考えてたんです。はい、